白い衣装をつけた高級娼婦椿姫の横向きの姿。チェコ東部に生まれパリで活躍した芸術家アルフォンス・ミュシャが1896年に制作した椿姫のポスター。髪の毛と足元の大輪の椿が示唆する椿姫の役を演じるのは、ミュシャがデザインした衣装をつけた女優サラ・ベルナール。茨に絡まれた心臓は彼女の報われない愛の痛みを、運命の手につかまれた椿はヒロインの死を暗示しているようです。紫色の夜空に光る銀色の星々に囲まれた人物は、淡い色の調子や丸みを帯びた輪郭の文字とともにロマンチックな印象を与え、貴婦人の品格と少女の無垢な魂を併せ持つこの悲劇のヒロインにぴったりの雰囲気を醸しています。